まあですね、今日のお話とも結構関係があって、まずこちらの記事をご紹介したいと思います。IBM が約8000人の雇用を AI に置き換えると発表。まずは人事部門に影響を与えるとのこと。今後5年間で財務や経理など顧客と接しない職務の最大30%が AI に引き継がれる可能性がある。この動きは自動化が重要視されるようになり、それが雇用市場に影響を及ぼす可能性があることを指摘しているということですね。 はいまあ、早く移動した方がいいよっていうことで、AI に置き換えられにくいポジションが埋まっていってしまいますという話を、この方ね、コメントで書かれてるんですけど、まあ、タイミングがね、とっても重要というか、えー、タイトルにもある通りね、泉さん、まあ、ラストチャンスっていうふうにしたんですけどいや、本当、多分ラストチャンスですね、どう考えても。だから、今後、あの、円高になっていって、さらに AI で自分型とかなってくると、もう本当、仕事なくなってくると思いますよね。あの時に MBA 行って、ちゃんと AI とかマネジメントとか学んどいてよかったって思うか、 それとももうなんか自分が淘汰されるのを待つか、本当にどっちかだと思うので、あの、今年来年ぐらいは本当ほぼラストチャンスだと思います。はい。じゃあ、えっと、今日は GMA と GRE ウェーバーの話ですね。 そうですはい、最初、皆さんから頂い,いているご相談を紹介していきたいと思います。この方は製薬メーカー、勤務の35歳の方で、アメリカに駐在中で研究開発系の職種をしていると、経営系のキャリアを目指して MBA を取得を考えております。年齢的にも MBA は2024年、来年度入学を目指したいこと、リーダーシップ教育、テクノロジーにも強い MBA であること、あとは GMAT 不要で受験できる学校を希望しています。BA の学校選択、出願など情報を調べきれておりませんが、ご相談可能でしょうかというご相談です。 はい、ありがとうございます。制約の方めっちゃ多いですね。ある系営業の方も多いですし、研究開発系もすごく多いと。